ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。フレッシュ女子大生レポーターのリサです。本日は人事綺麗カフェに来させていただいてます。はい、カメラ切り替えます。今回はですね、ポアント神戸さんのご紹介をさせていただきたいと思います。バレエとかヨガ、エクササイズ、リラックス、スニットウェアとか、運動の時の服を販売しておるお店でございます。モデルさんもかっこいいですね。オールインワンのモデルさん、このようなモデルさんが着てるお店でございます。こんにちは。こんにちは、岡本さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いいたします。とお店としての一番の一押しの商品を教えていただけませんか。一押しの商品はですね、これからの暑くなる季節にぴったりなこのスカートなんですけれども、はい、ちょっと丈がイレギュラーになってまして。なるほど。前はちょっとお膝が見える感じ、はい、回してきていただいたらこれにサイド、あーなったりして、なるほど、とか運動するたびに揺れて可愛い感じになると思います。なるほど。お揃い の, マーガレットもありますので、うんうん、肩が冷えるうんうん、うんうん、当店ニット会社ですので、はい、ニットを主軸にした衣装展開になっています。はい、ニットを主軸としてバレエシューズとか、はい、バレエグッズ等も販売いたしております。はい、そうですね、お店は普段のお店は、はい、こちらの JR 元町、阪神元町駅の南側に南京町ございまして、はい、そこの栄町通りを挟んだ、はい、向かいにある日英ビルっていう茶色いビル、はい、メーカー作りのビルの中に通常オフィスがあります。はい、でその中にショールームとして、はい、このようにいつでも商品を見ていただけるように、はいはい、しておりますので、はい、お店ではなくてちょっと殺風景なんですけども、はい、スタッフが対応いたしますので、はい、いつでもお越しくださいませ。はい、私自身もバレエをやってた経験があり、はい、すごい大好きなお店です。はい、ありがとうございます。はい、お店でも Facebook ページ等やブログ等もございますので、ぜひ検索なさってください。はい、本日はありがとうございました。ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。フレッシュ女子大生レポーターのリサです。本日は人事綺麗カフェに来させていただいてます。はい、カメラ切り替えます。今回はですね、ポアント神戸さんのご紹介をさせていただきたいと思います。バレエとかヨガ、エクササイズ、リラックス、スニットウェアとか、運動の時の服を販売しておるお店でございます。モデルさんもかっこいいですね。オールインワンのモデルさん、このようなモデルさんが着てるお店でございます。こんにちは。こんにちは、岡本さんです。こんにちは、よろしくお願いお願いいたします。お店としての一番の一押しの商品を教えていただけませんか。一押しの商品はですね、これからの暑くなる季節にぴったりなこのスカートなんですけども、はい、ちょっと丈がイレギュラーになってまして。なるほど。前はちょっとお膝が見える感じ、はい、回してきていただいたらこれにサイド、あーなったりして、なるほど、とか運動するたびに揺れて可愛い感じになると思います。なるほど。お揃い の, マーガレットもありますので、肩が冷えるうんうん、当店ニット会社ですので、はい、ニットを主軸にした衣装展開になっています。はい、ニットを主軸としてバレエシューズとか、はい、バレエグッズ等も販売いたしております。はい、そうですね、お店は普段のお店は、はい、こちらの JR 元町、阪神元町駅の南側に南京町ございまして、はい、そこの栄町通りを挟んだ、はい、向かいにある日英ビルっていう茶色いビル、はい、メーカー作りのビルの中に通常オフィスがあります。はい、でその中にショールームとして、はい、このようにいつでも商品を見ていただけるように、はいはい、しておりますので、はい、
お店ではなくてちょっと殺風景なんですけども、はい、スタッフが対応いたしますので、はい、いつでもお越しくださいませ。はい、私自身もバレエをやってた経験があり、はい、すごい大好きなお店です。はい、ありがとうございます。お店でも Facebook ページ等やブログ等もございますので、ぜひ検索なさってください。本日はありがとうございました。はい、お願いします。